ダメだね。イエーイとかやっちゃダメなんですね。今日はケツアイ、ミュージックスクールの、講師のバンドケツアイセックステッドのファーストステージはライブをお届けしつつ、セカンドサードステージは皆さんで一緒にジャムセッションということで楽しんでいきたいと思います。それでは準備はまだですね。準備はまだでした。とりあえず先生紹介しようかな。今乗っかっている、トップバッター、ギターはキャッツアイミュージックスクールの、代表でもありギター講師であります加藤清。なんかないですか一言。あ、ないですね。はい、すいません。校長、一声お願いいたします。あ、じゃあ後ほど校長ありがたいお言葉後ほどいただきましょう。オンドラムスは鈴木真央先生です。前回もこのイベントを5月に、去年5月でしたっけ、やらせてもらったんですけど、その時鈴木真央先生は流行り病に倒れ、真央さんの代わりにごついドラムの人が来ましたけどね。真央ちゃんね、よかったね、復活してね、よろしくお願いします。そして先にこっち行こう。トランペットは寺内しげる先生。どうですか最近。どうですかとは、病気にかからないように気をつけながら、だんだん周りの人が多くなってきたので。そうですよね。怖い。でもなんか死なないようにね、あれですね。成人病がどうとかそういう話ですか。あ、そうなの、そっちか。それほどでもないので大丈夫かなとは思うんですが。そうですか、それは良かったです、何よりですね。そして、サックス講師は小本直美でお届けしたいと思います。そして今日はベースのいつも、キャッツアイの講師は宗像さんという人がやってくれてるんですけども、宗ちゃんが今日はなんか浮気してどっか行ってるみたいなので、今日は昔からの仲間であります熊田豊さんに来ていただきました。イエイ、くまちゃん、どうよ。ね、後でじゃあ振りましょうね、ゆっくりね。ということで、じゃあ皆さん用意できたみたいなので、1曲目は1曲ね、前回、はい、真央さんのリクエストでやる予定だったんですよね、やったんだけどね、真央ちゃんいないんだよ ね。今日は、あ、いるじゃないの、よかったわ、真央ちゃん。リー・モーガンの曲で、フォーカス・フォーカスという曲をお届けします。
に来ていただくことになりまして、まずはボーカリストを呼びたいと思います。オンボーカル志村京子です。ふぅ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 、イエーイ。あ、やっちゃいけないな。アリーナ元気ですか？イエーイ。あ、やっちゃった。はじめまして、志村と申します。今日はまあ こういう形でこのバンドにデビューさせていただきました、ね、ありがとうございます。あの、私もまあ一応川口市民なので、生まれた時からずっと、なので浦和には足へ通いたいなとは思っておりますので、どうぞ歌でも習いたい方は、まあ、私の場合はね、どっちかっていうとノリなので。で、今日は皆さん、そこにあの、私パーカッション持ってきましたので、黙ってるのも苦痛だと思いますので、あのペッシュってやったらもう、あの好きなやつ早もん勝ちなのでね、あのなんか振るとかなんかした方がいいと思うんですよ。じっとしてたら具合悪くなりますからね、あの持ってってください。帰り返してくれれば結構です。持っていかないこそっとか言ってそう、なんかね、ですけど志村さん、はい、サルサですか？あ、そうですね、はい、あのサルサという、まあ、ラテンの音楽をずっとやってまして、この間ちょうどデビュー30周年のコンサートが終わったところなんですが、まあラテンです。もしやラテンみたいな、あのなので、まあね、でも皆さんこうジャズとかいろんなファンクとか聴いてらっしゃる方が今日はいっぱいいらっしゃると思うので、ラテンもあの楽しいと思いますので振ってください。あの私結構手が弱いので、ずっとやってるとつっちゃうので、ほらほら、私の代わりにぜひお願いします。名指しにした方がいいですね、トレーニング。いやいや、そんなあのほら強制されるのもまたなんだと思いますけど。あ、そう、遠慮してるんですか？すごい静かですけど大丈夫ですか？一方的なライブになってませんか？大丈夫ですか皆さん？いえいえ、はい、え、お酒ないからね。そうですよね。でもほら、あの、まあ、しゃべるとは言えないですけど、あのぜひあの本当にパーカッションで、多分あのね、あとはセッションの時間がありますから、楽器は好きなだけやってきますけど、もう素晴らしい、素晴らしいです、ありがとうございます。イエーイ。そう、ほら一人来た。そしてあなたも大丈夫ですか？そういうとこなんですか、キャッツアイっていうのは。そうなんですよ。ああ、あの強制スタジオみたいな感じですか？そしてあなたは、あなたは大丈夫ですか？あ、いいですね、配ってますね。 ありがたいですね。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがたいです、そんな大事、大事、ね、あ、もうすごいすごい、なくなっちゃったよ。後で激しいハグをしときますね。大丈夫ですか？配ってくれた。まだありますけど大丈夫ですか？まだあったもう今日はこれいらない。あ、そうなの、まだあるわよと。行き渡った感じですかね。よかったらぜひあの、うん、一緒に参加してください、はい。今日はね、あの他の先生たちにも言ってちょっとラテンっぽくやってもらったりもしてますので、ぜひのノリノリで行きたいと思います。イエイ。いいんですか？はい、大丈夫です。じゃあ、舞台曲目はラブフォーセールお聴きください。Every type of love, no matter what I'm doing, you won't touch me.
Thank you.
がとうございます。明日から、明日から、お砂糖、お砂糖あのお砂糖って叫ぶのもお砂糖って言ってるんだけど、ね、砂糖アスーカル、ポルトガル語、何語、スペイン語、まあ、ポルトガル語も多分似たような言葉だと思うんですけど、スペイン語、アスーカル、まあ、あの掛け声でよく使うんです。なんでだか知らないんだけど、まあ、美味しいとか、あ、まあ、素敵とかね、砂糖が貴重な、砂糖が貴重だから、ね、まあ、あ、素敵みたいな、甘いイコールいいこと、なるほど、砂糖あとアークワーっていうのも、これは 水大事なものを言えばいいんだな大事なもの、他に何かあるかな、なんだろう、あ、お金かディネロディネロそれはあんま聞かないです。カフェ素直だよね、ラテン人はね、そういう意味ではね、あ、本当ね、喋れなくて大変ですよね、皆さんねって感じだと思うんですけど、笑ってるのか泣いてるのかもわかんないこっちからみたいな、そうそう、マスクして楽しいのかつまんないのかわかんないんだけど、大丈夫ですか、寝ない、まあでも寝るのもそれはそれで気持ちがいいっていうことだからね、まあイエーイみたいな感じでこうね、動いていただければそれ結構です。でも結構シェーカー振っていただいたので、こちらからはよく見えてますので、ありがたいな、ありがたい、誰が振ったか振らないかもよくわかってますので、お成績表に響くと思います。なんてこった先生授業料がすごい上がったりとかね、安くなったりとか ね、いろんなことあったりして ね、ってあの人は叩いてましたみたいな感じでね、そんなことないですから大丈夫ですよ、万人にここは優しいですからね、校長先生、そうですね、あ、そうですね、はい、わかりました。あ、そうですか、校長先生なんかやることいっぱいあるんですか、先生、あ、校長先生もすごいすごい一生懸命です ね、 そうですね、先生真面目なんですね、あ、うん、意外とね、あ、意外とあの私もそんな全然あのお知り合いというわけじゃなかったんですけど、今回あの直美ちゃんを通してあのお話をいただいて、それからもうすごいなんかここでみんな打ち合わせしてるんだけど大丈夫ですか一回やりますかみんなで後ろ向いていいですか、大丈夫ですか、みんなで、やるっていうことになって、その時私も加藤さん、それまであんまり喋ったことなかったんですけど、あのスタジオで初めてじゃないですけど、まあ、生まれて2回目か3回目ぐらいに喋っててくださいね、あのお会いしたので、その時になんかすごく、ああ、なんて優しげな人なんだろうって思って、すごい敬語使って喋ったら同級生だったね、びっくりしちゃった、同級生までずっと聞いてなかったです、もういいですいいです大丈夫ですあの打ち合わせしてください、はい、もう終わりました、ね、ましたか、大丈夫ですか、そう同級生だった、川口がある、ね、そうなんですよ、結構変なあの知り合いがね、いたり、ね、うん、西川口あたりに知り合いがいたりとかしたの で、ね、ちょっとええみたいな感じで、あ、また変なやつが来ましたけど、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、盛り上がってますよ、はい、ごめんなさいね、あのなかなかこう行ったり来たりができなくて浮いてるようですが、大丈夫です、楽しんでます、じゃあ打ち合わせ大丈夫ですか、あ、歌間違えても言ってくださいね、はい、そんなわけで次はストリートライフお届けします。I still hang around Street light, I played a street light.
知らないけど、売ってきた頃は分かんないけど、学生の頃からよく聞いてたような気がしますけどね。大人だよね。ね、本当ね、今ストリートライフなんて言うけど、寒いよね、ストリートでライフしてたらね。夏は暑いしね。夏は暑いし、冬は寒いし、本当に。だけど、いやほらね、こういう状況でさ、そんなつもりはなかったのに、なんかそんな世の中になっちゃったからね、なんか寒い中で頑張ってる人もいっぱいいるから、そう思うと、なんだろう、音楽をやれるってすごい幸せなことだなって、思うんですよ。こうやって聴けて、演奏できてっていうのは本当に
なんかありがたいなと思って、寒いのにね皆さんも来てくださって、皆さんもこれから参加していただくと思うんですけど、そういう時の音楽って本当になんか支えだなみたいな感じなので、ぜひ皆さんこれからも頑張ってください。だから頑張ってください。やってればすごく楽しいことがいっぱいあると思います。私は本当にその、ね、さっきから言ってるんですけど、こう初めて参加させていただいて、生徒さんの発表会っていうのが本当はもっとあったわけですよ ね、 そうです ね、 ね、だけどやってたんですよね、はい、で終わったらみんなでわーって飲むんだったんですよね。それが楽しみで、そうですよね、はい、そのために音楽ってやるんですよね。そうです、本当そうですよ、だいたいミュージシャンどっか抜けてるから、ね、終わるまでのお預けみたいな感じで、それまで頑張りますみたいな、うもう終わったらわーってなって、あと路上に寝ちゃったりとか、そういうの私なんか本当は新大久保のお店で打ち上げ昔やった時に、二度と来るなって怒られた。何やったんだっていうね、大変なことをした記憶があるので、公共の電波で、そうそうそう、そういうことしないようにね、気をつけて、まあ今日はお酒飲めないですけど、その分皆さんで噛み締めていただければなと思います。じゃあ、そんな素敵な明日が来るように、次の歌はモーニングという曲をお届けします。Thank you.
Thank you.
シェイクありがとうございます。
それでは皆様お待たせいたしました。セカンドステージのジャムセッション始まるね。イエーフーフー、1曲目は小林さん、大人の方あ、大人だった、テナーの小林さんいけますか。曲はシュガーなんですけど、これは誰を呼べばいいんだっけ。ドラム田口さんお願いします。以上で大丈夫なんですか、メンバーは。あ、ですいません、出演者の方ね、登る際はね、消毒をお願いします。なるべく、すいません、恐れています。言うの忘れてて、すみません。お願いします、出るみたいなので、ベテラン、セッションのベテラン、キャワリーノさんの、マオちゃんのね、やっているジャムセッションにもよく参加されているそうなので、全く音が配信では入らないと思うので、そこら辺をぜひ注意しつつやってもらいたい。はい、何でしょう。次の曲があらかじめ発表しておきますけど、ファザーオンアップザロード、ギターボーカル森田君、ドラム花子さんお願いします。ゆうちゃん入りますか。いいですか。でまた後ほど、あとはいないかな。用意はいいかい。大丈夫ですか。それではお願いします。
Thank you.
がとうございました。大人の魅力だね。そんなこともないか。ありがとうございます。さっつー小林さん、ドラマーさくちさんでした。イエーイ。それでは、次の曲いってみよう。森田さんでしたっけ？ドラムが山本さん。ドラムが山本さん、お願いします。その次の曲はね、スペインかナウザタイム行ったらどうかと思うんですけど、どうですか？スペイン行っちゃいますか？はい、じゃあこの後はスペイン行きましょう。スペイン誰がやるの？ドラム山本さんのみ。あ、一人でやるの？なわけないよね。やりますかってなっちゃう。そうですね、ステージに上がる前にね、手をね、消毒、そこの消毒をシュシュッとこうやっていただくとね、安心かと思います。やるけど、テーマは無理や、ま、祭り映えしかない。山本さん、はじめましてですね。どうも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 、ようこそ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 。どのような2人はどんな関係なんで山本さん、キャッツのセッションっていらっしゃったことも、あのスタジオでやっててキャッツセッションに来たりとか。なるほどなるほどなるほど。ずっとうちのお客さんだったんですけど、引っ越されて、あ、どうぞどうぞ。今どちらに？あ、それ言っちゃうの？今どちらに住んでるとか言っちゃうの？東京のレパで。それ言わなくていいですよ。個人情報でした。配信中でございます。森田さんどこに住んでるのか言わないのね。聞かないのね。ギター弾きながら歌いますか、森田さん。そうですね、ブルース、はい、森田さん、久しぶりじゃないですか。元気でした？あ、はい、あ、なんか、あ、いろいろ聞かない方がいいのかな。どうなんですか？あ、あ、そうですね、はい、カクカクしたりセッティングで忙しいかも。あ、そうか、ええ、そうか。じゃあ、清さん、どうですか？今日のこの日を迎えて、校長の一言お願いします。いや、皆さんのおかげですね。簡単すぎる。頑張んないでください。黙ったら喋ってくれるかな。なんつって、配信初めて見られる方もいらっしゃる、はい、そうですよね、そうだと。教室の宣伝を、スタジオキャッツアイ、浦和市じゃないか、埼玉市中町にある浦和市じゃないですね、最初。で、あの、キャバリーノさんの店長さんの内田君も、高校生の子ですよね。そうですね。来てくださってまして、はい。長いお付き合いになりますが。で、そこで、キャッツアイミュージックをやっておりまして、いつもは5月と11月に、発表会をやってるんですけど、このコロナ禍でできなくなってしまいまして、でなんか生徒さんもモチベーションが上がらない。っていうのもあって、最初はね、あのコロナ禍で、あのいつも休業してる時に直美先生とか真央先生がキャッツで個人練習させてくれるっていいですよって個人練習してて、なんかやっちゃおうかってことになってライブをやることになりましてでしたね。それで講師ライブやるんだったら、どうせだったら生徒さんも来てもらってセッションみたいなやりましょうってことになって、今日で3回目になります。そうでした、ね、今年こそは発表会ね、うん、5月やりたいですね。もう2月ですよね。業界のみんなのなんか変なテンションと、あの緊張し具合がとても楽しい。あと衣装をちゃんとしてきてねって言ったら、なんかいろんな人がいてね。そうですか。で、女の子はね、可愛いよ。うん、男はダメ。まあ世の中女の子は可愛いもんですよ。うん、それ以上はちょっと伏せときますけどね。そうですね。あれ用意できたの？あ、はい、それではとりあえず曲名を
お願いします。ファーザーオンアップザロードを歌います。テーマ
を一緒にやろうかと。D ですかね、Bmというんでしょうか。よしさん、ちょっと喋ってもらって大丈夫でしょうか。これ終わったら何やるかっていう話ですか。サーデュークとか やっちゃう。あ、まだ早いか、それは。アンサータイムやっちゃうか、うん、ストラッティングやっちゃうか、うん、ドナリーやっちゃうか。ドナリーかな。ドナリーやっちゃうか、高尾さん。やんねんのか。いや高橋さんなんかやりたい曲あったら。いや、特にない。じゃあ何にしましょうか。じゃあこれの次どうなる。Thank you.
じゃあ次は皆さんやっちゃおう。あ、じゃあ次はギター田川さんで、ドラム田口さんお願いします。で、隣じゃあこの次、どうぞ。休憩をそろそろちょっと入れた方がいいかもしれない。そうそう、休憩した方がいいですかね。もう一曲やる。じゃあ、ナウザタイムで休憩しますか。そうしましょう。はい。懐かしいね、その2人、田川さんと清さんって。発表会の時になんかギター2人でなんか結構変態な曲をやったりとかするコンビでなんですよ。作ってもらった。巻いて手巻きの。すごい。まあ、時短時間で歪ましたりするとハウリングフィーってしちゃうんですけど、そのためにロー付けしてるんですけど、ロー付けしないで作ってもらったピックアップで。で、あちらの田川さんのギターも、もともとフェンダージャパンかなんかのギターでしたっけ。それを田川さんマイク持って宣伝しても。マイクがないと世界に知っていただけないです、はい。浦和美園で、ギターの工房をしてます田川と申します。イエーイ、ワーです。終わりかい、わからへんわ。ピックアップの宣伝とかあるんですか。あ、ピックアップも作ったりしてます。はい、よろしくお願いします。イエーイ。いいですか。はい。まあ、ストラトキャスターですけど、まあ、これもテレキャスターですね。シングルコイルなんですけど、田川さんのはあれレスポールとハンバッキング、シングルコイル、ハンバッキングとして、まあ、マニアックな話ですけど、まあ、コイルがこう2ついてですね、でコイルタップといって、1つキャンセルしてシングルになるんですけど、普通はね、シングルにするともうしょぼくなるんですよ、音が。田川さんが開発して、シングルにしても全然しょぼくならないっていう。使えるコイルタップ、それ画期的なんですか。画期的です。おお、すごい。ぜひ作っていただいてください。イエーイ。それでは曲いっていただきましょうか。どんなりお願いします。
Thank you.
子ちゃんと水本さん、あとトランペットは寺内さんでしょう。じゃあ、ギター森田くん。はい、森田さん。ゆうちゃんやれば上手いいの、じゃあいいよ。小杉さん、はい、そうですね。ドラムの小杉さんなんてもうキャッツに通ってくれて何年になるんでしょうね。結構な年数を。ドラムの先生は結構、何人か変わってはいるんですけれども、今の真央ちゃんのジャズドラムになり、小杉さんその前はジャズドラムではない、あのポップスとかいろいろロックとか習ってたんですけど、ジャズドラムの先生方、ぜひジャズドラムやってみたいということで、今ジャズに取り組んでいる感じですね。そして前に並んだサックスの綺麗なお姉さんと、イケてるお兄様はね、代々木の私を教えさせていただいておりますが、あれ、ななこちゃんピンマイク持ってこなかったの？ピンマイク持ってくんじゃなかったの？うん、あ、持ってこなかったんだ。そうかそうか、あらあら。この曲が始まる前のざわざわしたあの音出しが、発表会の感じがしますね、すごい。みんな緊張してなんかブー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 とか始めるんですよね。いい、なんか懐かしい。発表会が懐かしいって切ない話ですね。早くなんとかなればいいのにな。お、イケてるお兄さんが、綺麗なお姉さんにちょっかい出してましたね。ちょっかいじゃない、助けてあげただけ。そうですね。あ、ブー言ってますね。いい感じですね。用意はいいですか？まだかな？ななこちゃん、生まれて初めてアドリブ吹きますね、今日。そうなんですよ。やり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 。すべて困った時は寺内さんを見るね。はい、困った時は寺内さんを見るよ、みんな。寺内先生助けてっていう目で見ると、どうですか、焼きやすいやつ、こうで、あ、じゃあ一番最初、はい、じゃあ、そうしましょうか、はい、いいでしょうか。それではナーザタイムお願いします。Thank you.
Thank you.
いきなり休憩がすごい短いんですけどやりたいと思います。1曲目は朝日の当たる家、サックス小林さんとギターリュウちゃんお願いします。これも当たるなのですか。ステージ行っちゃってください。ちょっと巻き気味でいじめようかな。いつものパターンですけど、のんびりやっといて最後巻くっていうね。終わったら次何やるんだっけ。あ、そうですね、ゆうちゃん2曲続いてやってもらうんだね。あ、そうか、ドラムも山本さんも2曲続けてやってもらうんですね。お願いします。トイレ行ったりもしかしてお腹痛くなっちゃったの、緊張感で。そんな人じゃないよねいるよね、始まりますとか言ってトイレ行く人ねどこ行くのみたいなあとなんかジャズミュージシャンあるあるですけど、なんか始まる前とか何お酒飲みすぎちゃって、あのMC 中に誰かステージからいなくなるパターンあれいないみたいな、あるあるある、それあるある、あっていいのか、いいんだジャズだからみたいなトイレ行ったよ、だって全国放送でリュウちゃん今トイレですって言われてすごいもう、すごい待ちぼうけてるもんね、ステージでねやっちゃえば議題ないけどこいさん、ほら、ベースとさ、弾けるじゃん、歌えなくても無茶ぶりですか、これ。あ、そうですか、すいませんマジ遅いし。具合悪いのかな。マジ始めちゃって出てきたら入ってもらえばいいんですか。遅いよ、リュウちゃん。トイレ行っときなよ。お母さんみたいな。何やってたの、あなた。
何の本当にもうトイレ行っときなさいって言ったでしょお母さん。ゆうちゃん聞いてんの？いいか早くしよう。いいか早くしよう。行けるかな？そろそろ行けんじゃないのかな？朝日のアタリエって原曲の題名なんですか？ザ・ザ・ザ・ハウス・オブ・ライティングさんみたいなやつ？そうなんですよね。それではザ・ハウス・オブ・ライティングさん行っていただきましょう。どうしてリュウちゃんを待ってる間にその打ち合わせ一仮面だってもうなんでチャッカーさんやで。大丈夫かな、そろそろ行けるかな。こんなに時間かかるもんなんだね。あ、そっか、あるあるですね。了解、あるあるです。おっと、何があったのくまちゃん。あ、そう、なので行き方が分かんないとか。聞いてもらえればいいね。お前ベース弾けるのかというね。そうですよね。お、やっと始まるぞ。やった、待ってました。それではお願いします。
ギターボーカルのリュウちゃんはキャッツの瀬戸さんではないんですけど、 なぜか長い付き合いになりますね。もうよっしゃ、お願いします。はい、
Now step back. Look at this road and see. The step grind. Look at this road and see. I went here looking for my baby. I wonder, can she be? I sat up every one morning. I just looking on the sea. Baby, don't love me no more. I just walk your down sea. Baby, make me so good until a poor heart's forgiving.
イエー、水本さん、緊張してる？あ、もうしないか。緊張してるの？ひょ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 、もう準備できてるでしょ？ちょっと喋ってもらう。はい、この曲はですね、オルガンの曲で、ビリー・プレストンという人の曲なんですけども、ビリー・プレストンというのはビートルズのオルガンを弾いていた、黒人の人です。あ、これですよ、これですよ。いつもあのノリで曲を選んでしまってめっちゃ困るんですけども、そもそもこれオルガンの曲でサックスでやるというのはめっちゃ大変だっていうのがやって身にしみてます。いいでしょうか。そう、いつも水本さんノリで曲を選んでギリギリになってどうしようってなってますもんね。おしゃれじゃないですか今日。イエーイイエーイイエーイ。そう、大事、おしゃれ大事、おしゃれ大事。大丈夫ですか皆さん、死んでない死んでない、大丈夫、飽きてない、飽きてる、寝てる、起きてる、起きてる。いや、ごめんなさい、ピンポイントで見てましたね今ね。この次の曲発表しとこう。この次はね、グリーン、オングリーンドルフィンストリートをやりたいと思いますが、これ、小林さんとか行けます？無理。したら2人でやりましょうか。大丈夫ですかね。うん、準備はいいかい？では、行きましょう。ストラッティン。Oh,
ありがとうございました。メゾットさんでした。イエーイ。それでは次の曲行ってみたいと思います。ドラム変わってもらうだけなのかな。はい、ドラムは田口さんお願いします。田口さんのご希望ですよね。なんか早い4ビートやりたいってなんか噂を聞いてて。あ、それは噂でしたか。それはそれはすみません。あ、普通のやつですね。わかりました。オングリーンでストーリーといきたいと思います。山本さん大活躍ありがとうございました。イエーイ。それ繰り返さないでいいですか。繰り返さないパターンでやりたいな。ね。うん。うんうん。うんうん。そうですね。エンディングだけ繰り返しましょうか。普通でいいです。はい、普通でいいです。あ、わかりました。じゃあ、ソロ二人。二人いるかな。まあいいか。じゃあ、行きましょう。どんぐらいでやります。
ありがとうございました。それでは次の曲いきたいと思います。次はリカード・ボサノバいきましょう。時間的にあと2曲かな。はい、そうですね、うん、すいません、ジャストあと2曲の予定でした。素晴らしく巻き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 しましょうか。巻き巻きね。ギターは田川さんですね。お願いします。最後の曲はサーディオクなので皆さん ご準備はよろしいでしょうか。なんでこうなんか余裕があったはずなのに最後いつもやべ時間がやべ時間がなるんだろうな。学習能力がないんですね。近いね、私。あとなんか曲始まる前にトイレ行く人とかね、いるからね。もうそれも見越してやんなきゃいけないってことでしたね。あ、用意できた。早い。よっしゃ。ほんじゃ、リカード・ボサノバ行きましょうか。
長らくお待たせしました。ファーストセットからのようやくボーカルが入ってきたよ。やったー、わーい、わーい。そこで喋ってんのね。はい、そうですね。なみちゃんのこのこれが面白いね。チェックしない、チェックしない。なかなかあっていろいろなね、ありますね。なかなかね、人のなんかそういう癖ってありますよね。そうそうそう、思わずリズムステージ見てるとね、いろいろ出てきますからね。私も魅力があるんですよ。歌詞見ないと歌えないって癖がね。そしてあと忘れちゃうからね。みんな大丈夫ですか？素晴らしいメンバー。大丈夫ですかね？じゃあ最後持ってる方は。お、最大に振り振りまくって帰っていただきたいと思います。それでは最後の曲です。さあデューク。こんな時に泣いてしまった、ごめんなさい。Direct on how the groove, the fake and the blue.
皆さんありがとうございました。